養豚。養豚とは家畜として豚を飼育することである。豚肉を生産することが主な目的であり、現代では畜産の一分野である。養豚が始まった時期ははっきりしない。これは遺物として見つかる豚の骨が捕獲された野生種のものか飼育種のものかを判別するのが難しいからである。一方、地域的な分布はわかりやすい。 最も古い骨は、現在の中国南部から見つかった、紀元前8000年頃のものである。ついでメソポタミアの紀元前4000年、エジプトの紀元前3000年頃の骨が古い。ヨーロッパにおける養豚の歴史も古く、イギリス諸島においても紀元前4000年の骨が見つかっている。インド東部、東南アジア、中央アジア南部にも養豚が広がった。これ以外の地域では、 養豚の証拠が見つかっていない。例えば、アフリカ大陸では、エジプト以外の地域には、養豚が普及しなかった。中国では、農耕の開始と、ほぼ同時期に養豚が始まったと考えられているが、メソポタミアでは、農耕開始後、5000年もの時間差がある。日本では1871年、明治4年から2年間ほど、全国で養豚が流行した。 これは一種の陶器現象となり、破産者も多く出るほどになった。しかし1873年、明治6年に人口密集地における豚の飼育を禁止する法律ができ、牛肉には寄生虫がいるという風評も相まって、養豚業は一気に衰えた。国際連合食料農業機関が発表した統計資料によると2002年時点の 全世界における豚の飼育頭数は9億4102万頭であり、そのうち半数が中華人民共和国で飼育されている。中国は頭数の伸びも著しく2002年までの10年間に1億頭も増加した。ついで、ベトナム、ポーランド、インド、メキシコ、ロシアである。以上の上位10カ国で全世界の頭数の3、4を占める。イスラームでは、 豚肉食が、海律、ハラールに定食する。このため、飼料の確保など畜産に向いた自然環境で潜在的な労働力、消費者である人口が多い地域であっても、イスラム教圏では、養豚がほとんど行われていない。豚側も有用ではあるが、豚はほぼすべて食肉生産のために飼育されていると言える。FAO の統計資料によると、2002年の 全世界における豚肉、ポークの生産量は9419万トンである。飼育頭数と同様、経済発展に伴い豚肉の需要が増した中国が半数を占める。ついで、ブラジル、カナダ、デンマーク、ポーランド、ベトナムである。以上の上位10カ国で、全世界の豚肉の生産量のうちやはり4分の3を占める。 頭数と生産量を比較すると、生豚の貿易の影響が読み取れる。すなわち、ブラジルは輸出国、フランスは輸入国である。世界的に有力な食肉源は、牛、豚、ヤギを含む羊である。2002年時点では、牛肉の5788万トン、羊肉の1155万トンを、豚肉の生産量が大きく引き離している。 食肉の約6割が豚肉ということになる。生産地の偏りにも違いがある。牛肉、羊肉、豚肉の順に偏りが大きくなっていく。牛肉はアフリカ州とオセアニア州を除くすべての州でほぼ均等各州で2割から2割強のシェアに生産されていい。羊肉はアジア州4割、アフリカ州2割強が有力だが、 残りの P 州ではほぼ均等に生産されている。一方、豚肉はアジア州約6割に大きく偏り、ヨーロッパ州約2割以外の生産量は少ない。飼育される豚は主に食肉用として用いられる。飼育期間は6ヶ月ほど、体重 110kg 程度で出荷される。BSE 及び鳥インフルエンザの影響もあり、豚肉の消費は拡大している。 一方で国内の生産口は減少傾向にあり2004年度には88.4万トンであった。輸入豚肉は増加傾向で2004年度には86.2万トンと国内生産にほぼ並んだ。養豚に用いられる品種は日本国内においては6品種である。養豚で重視される性質は産肉能力、強健性、繁殖能力の3つ。養豚では 食肉用の小豚は繁殖能力が高い品種と強権性の高い品種を掛け合わせ、さらに産肉能力の高い品種と合わせるなどの交配操作を行うことによって得られている。ダイオークシャー種、W のオスとランドレース種、L のメスの間にできた雑種のメス豚、LW26 種、D のオスを掛け合わせて得られる、LWD が一般的である。この他に、 ハンガリーのマンガリッツァ、ベトナムのポットベリーピッグなど様々な品種が存在する。日本においてかつては農村部や郊外の田園地帯に豚小屋と呼ばれる小規模な養豚場が点在していたが最近ではめっきり見られなくなった。環境問題で立ちの木を余儀なくされただけではなく国内養豚家そのものが減少しつつあるためだ。その最大の要因は 白州等の環境問題と後継者なである。1991年度の4万個から2010年度には6000個にまで減少した。一方、飼育されている豚の頭数は2割減にとどまっており、大規模な養豚業者への集中を見て取れる。すでに養豚過去数の中で27%以上が1000頭を超える飼育規模を持つ大規模な業者である2004年度。 大規模業者の多くは、種豚の生産を自前で行うだけでなく、専属の獣医師を雇用して、治療や予防接種を、自前で行うことが多い。種豚の生産を専門とする養豚場は、種豚場と呼ばれる。なお、こうして、水田地帯と養豚場が地理的に切り離されることにより、日本農園の罹患者数が激減したことは、突起すべきであろう。 日本農園は水田を繁殖地とする小型赤いエカが媒介する。小型赤いエカが好んで吸血する動物は豚であり、さらに日本農園のウイルスは豚に感受性が高く、不健性感染により発病せずにウイルスが豚でよく増殖する。かつては都市近郊に水田と養豚場が共存したことが日本農園の流行が繰り返された大きな要因であった。養豚に どのような資料を用いるかは、その地の文化と密接な関係がある。例えば現代日本の養豚では、輸入穀物を主体とした資料を用いている。古代以来、伝統的には養豚に用いられる資料は、東アジアでは、人墳、ヨーロッパでは、どんぐりが主体であり、これに残飯が補助的に用いられた。西アジアでは、その後イスラム教の広まりによって、 ほとんどの地域で養豚が廃絶したため、古代の養豚資料がいかなるものであったかは、不明な点が多い。東アジアでは、産地住民の生業における山の垂直利用と、その変化、西谷大、国立歴史民族博物館にあるように、人間の生活圏から発生する生ゴミや人糞を、そのまま養豚に用いることが伝統な養豚法であった。 豚を不潔な動物とする見方は、この点によるのかもしれない。しかし、食粉を行うのは豚に限らない。また人は、雑食動物であるが、馬に見るように、盲腸、大腸発酵によって、食物繊維をエネルギーに転換する、草食動物としての性質を持っている。大腸に常在する多数の嫌気性細菌が、小腸までで、消化吸収されなかったセルロースや、 ヘミセルロースなどの多糖類を発酵させて、エネルギー源となる酪酸やプロピオン酸といった、タンクサリ脂肪酸を生産している。こうした、発酵の場は、牛や羊などの半数をする動物では、胃の直前に位置しており、タンクサリ脂肪酸を吸収するだけでなく増殖した、細菌や原生動物を胃に流し込んで、消化、吸収、タンパク質などを回収している。ところが人や馬といった、 盲腸、大腸発酵を行う動物の消化器官は増殖した内細菌の菌体を消化吸収できず、糞として捨てざるを得ない。したがって、人糞は細菌の菌体が主成分であり、この形でタンパク質などの栄養素を豊富に含んでいる。東アジアでの養豚は、こうしたタンパク質に富んだ人糞を豚に食わせ、それによって、 集落の衛生を保つと共に生きた豚の形で、タンパク質や脂肪をストックし、必要に応じて、土地区、人間の食料として回収するシステムとして発達した。日本の本州、四国、九州及びその周辺当初では、江戸時代まで不摂生界がある仏教の影響で、食用家畜を飼育する文化が衰退した。このため人文は発行させて、 農地の肥料として利用する文化が発達し、こうした人糞を飼料とする養豚は行われなかった、あるいは行われなくなった。一方、中国文化の影響が強く、九州以北と文化的祭が大きい隆起王国の支配下にあった南西諸島では、こうした東アジア一帯に普遍的に見られる人糞養豚が行われ、豚肉食文化が発達した。人糞養豚は、 蒸気のように優れたリサイクルシステムではあるが、危険な寄生虫である夕張蒸虫の感染サイクルを形成してしまうという問題点もあった。南西諸島では戦後、このリスクの危険視や高等教育を受けた人々が中国由来の不潔な奇襲であるとの偏見を持ったことによる人墳養豚排絶運動が行われ、日本列島での人墳養豚は姿を消した。その過程では、 八重山諸島でこの運動の先頭に立った高等教育を受けた女性の家の中に嫌がらせとして人糞がぶちまけられるなどの激しい圧力が生じた子が記録されている。農業生産性に乏しく人糞養豚の文化を持たない北西ヨーロッパでは一年を通して豚の畜群を維持するだけの飼料にとどまらず人間の食用としての農作物を確保することが難しかった。 夏に生まれた小豚を秋に奈良の森に放してどんぐりを食べさせて十分成長させて肥育。く。来年の繁殖用の親豚に使う個体のみを残して冬の初めにまとめて土地区し、塩漬け肉やハム、ソーセージ、ベーコン、ラードといった保存食品に加工して次の年の秋の終わりまで食いつなぐ農作物が収穫できる春までは豚肉のみで、 食いつなぐという養豚システムがやれていた。しかし16世紀に新大陸アメリカからジャガイモやトウモロコシといった寒冷な痩せた土地でも大きな収穫が得られる作物が導入されるようになった。これらが次第に普及していくと人間が食用にする以上の余剰収穫が確保できるようになり、これが豚の飼料に充てられ一年中生きた豚の形で 動物性のタンパク質や脂肪をストックできるようになった。こうして、ジャガイモとソーセージに象徴されるドイツ食に代表されるような、新大陸産の新大作物と豚肉加工食品の組み合わせによる、近代以降の北西ヨーロッパの食文化が成立したのであ現代の養豚ではトウモロコシを主体とし、大豆かすや小麦を加えた飼料を用いている。これらの多くは、 輸入に頼っており、安全保障上の問題になっている。さらに、輸入された飼料のタンパク質、アミノ酸に由来する窒素化合物は、その一部が、豚の死尿の、またその他の一部は、畜産物を食べた人間の糞尿や生ゴミの形で、土壌に過剰蓄積されるリスクがある。これらは、陸上生態系に対して、また降水による水循環や下水を通じた河川や、 沿岸海域に過剰を供給されて、河川生態系や海洋生態系に対して重大な影響を与えている。つまり、アメリカ合衆国などの飼料作物生産国の工業的窒素固定によって生成した窒素化合物が飼料輸入国である日本などの国土や周辺海域に一方的に蓄積していき、不栄養化という形で生態系の異常を引き起こすという物質循環の 異常を引き起こしている。同様のことはリン酸などのリン化合物に関しても言える。また、国土内での物質循環を完結させて、国土の過剰な不栄養化とそれによる生態系の破壊を防ぐためには、生ゴミなどの食品廃棄物を飼料として活用することが解決法の一つとなるが、1970年代で小規模な場合には残飯を餌として与えていたことが多かった。 食品廃材としてのクズ肉を飼料に用いる場合は、専門中感染、専門中症が問題になる。近年、生ゴミや食品の残差を飼料の原料にする研究がなされ、現代社会に要求される安全性を確保した上で、飼料の自給率向上と還元型社会への再接近を図っている。この他にも、養豚副産物の原料、 活用に向けた研究は進められている。東京農工大学は豚の尿に稲わらを混ぜて発酵させ燃料用メタンガスを効率的に発生させる技術を開発した。日本国内では昭和35年に養豚農家1個あたり2頭であった使用頭数は平成29年には2001頭に増加した。畜産の集約化は欧州では 産業革命から始まっており、動物を一箇所に大量に収容する工場型の畜産が拡大するにつれ、欧州を中心に動物福祉の問題が取り沙汰されるようになっている。養豚業においては母豚を妊娠期間中に拘束する施設、妊娠ストールや子豚に実施されるを、葉の無麻酔切断、麻酔なしでの虚勢などが動物福祉の問題として議論されている。 監禁されているため負傷や発病しやすく、これを防ぐために、抗生物質等を適宜飼料に加える。豚は、屠殺時に8割以上肺炎にかかっていると言われる。妊娠中の母豚を管理しやすいように使用される、妊娠ストールは、母豚の行動を著しく制限し、異常行動の発言につながる。そのため欧州連合は、理事会指令、豚保護のための最低基準。 カウンセルダークティブ 2008-120EC オブ18リセンバー b 2008レイングダウンミニマムスタンダーズフォーザプロテクションオブピックスにおいて2013年1月1日から妊娠ストールを禁止した。アメリカではフロリダ、メイン、ロードアイランド、オレゴン、アリゾナ、カリフォルニア、コロラド、ミシガンが妊娠ストールの廃止を決定した。 また諸外国では60以上の多国籍企業が妊娠ストールの廃止を宣言している。日本では妊娠ストールの使用に規制はなく2014年時点で使用率88.6%である。オトハの麻酔なしの切断は過密飼育によるストレスから豚同士が傷つけ合うことを防ぐために生後1週間以内に実施されているが苦痛を伴うものであることからデンマーク、 スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、リトアニアでは、麻酔なしでの尾の切断を禁止あるいは規制しており、カナダでは2016年7月1日から、年齢にかかわらず、痛みを制御する鎮痛剤を用いて行われなければならないとされている。歯の切断については、欧州連合では、日常的に行うことを禁止しており、デンマーク、ノルウェーでは、歯の切断自体を禁止している。 日本では、尾と葉の切断に規制はなく2014年時点で、尾の切断率81.5%、葉の切断率63.6%である。優秀を防ぐためにオスブタは、生後1週間以内に虚勢される。虚勢は、鋭利な紙剃りで、ふぐり、陰謀を切開し抗がんを取り出し、引き抜き、切り取る、という方法で行われるが、麻酔なしで実施され処理中。 処理後も痛みを伴うため問題視されており、欧州連合では2018年からは自主的に外科的虚勢を原則終了することとしている。カナダでは2016年以降麻酔なしでの豚の虚勢は禁止。ドイツでは2019年1月から国内外の小豚の無麻酔虚勢が禁止される。また虚勢をほとんど行っていない国もある。虚勢率、イギリス2%。 ポルトガル12.5%、スペイン15%、オランダ20%。日本では麻酔なしの虚勢に法的な規制はなく2014年時点で94.6%の豚に麻酔なしでの虚勢が実施されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。